はい、どうも。はい、どうも、ベラカシの高橋達也です。皆さんお元気でしょうか。現在、何日だ？もう6月1日かな、になりました。現在、夕方の6時前ということで、ちょっとワンポイントアドバイスを今日は、したいなと思います。はい。で、まあ、歌悩んでる方いらっしゃると思うので、まあ、一応なんというか、まあ、オンラインレッスンやっとるんですけど、ね、こう、幅広く、まあ、YouTube を利用してね、ちょっとみんなのその悩みを解決できたなと思うので、今度は、今日は悪歌についてちょっと、はい、やっていきたいなと思います。みんなね、お悩み、悪歌出ません。悪歌ね、どうしたらいいんですかっていうのが、あると思うので、高い音についてちょっと、やりたいなと思います。でですね、まあ、アクートなんですが、まあ、テノールだったら、下のドから上のレ、だったらまあ、ミーフラットぐらいまでは使うと思うので、まあ、そこまでは出したいんですよね。で、大体みんな出ないって言われるのが、大体まあ、あと、あ、ら、ら、大体ソから上が大体きついっていう人が、まあ、安定しないっていう人が多いですね。大体まあ、ソとか、ファとかミとかっていうのはパッサージョって言われてるその声の変換点なんで、まあそこはまあちょっと置いておいて、パッサージョのことは考えずにちょっと高い音を出していきたいと思います。で、ツイッターの方にもちょっとのショート動画で載せたんですが、まずそのね、僕イントと喉頭の位置間違えてたんですけど、ことをごっちゃになってたんですけど、喉、喉頭ですね。喉の位置をまずちゃんとしないといけないんです。これが、高すぎたり、低すぎたり、あーとかなりすぎたり、とかなりすぎたり、すると、声が平べったくなっちゃったり、つくい声になっちゃったりするので、まずは、その位置を戻す、はい、練習をしてほしいと思います。悪音を出すためにね。まずその土台を作ってあげる、ちゃんと。で、イントの位置、高頭の位置を、保つには、なんかね、汚いものを想像していただいて、例えば、うわ、汚い、なんかこう、汚いものがあるとして、汚いものがあると想像して、そのまま、うわ、のまま、ブラ、ブラ、ブラ、っていう発声をしてほしい。このまま、ブラ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 ブラ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 っていう、この発声をしていただけると、イントの、高頭の位置が、元通りになります。元通りというか、自然な位置に戻ります。赤ちゃんの頃の、その、なんていうんですかね、こう、めめって言ってた時の、その、高頭の位置に戻ります。で、赤ちゃんっていうのは声枯れしません。いくら泣いたって、いくら叫んだって。本当に、なんだろう。いい力の使う、お腹もわってへこむし、こう、息もちゃんと使うし、喉もちゃんと使う。で、喉を使って、こう、綺麗に発音、発声するっていうので、その赤ちゃんの位置戻してほしいんですよね。で、そのために、ブレッ、をやってほしい。っていうのがまず一つ。で、もう一つは、その、声を狭く。ピアノの弦を思い浮かべてください。こう、なんだろう。ドレミファソラシドあるじゃないですか。で、ピアノの弦を見ていただくと、だんだん細くなりますよね。あれをイメージしてほしいんです。あれをイメージしてほしいんですけど、それをどこにイメージするかは、ここ、水電気って言われてる、その、歯の付け根。で、歯の付け根だけでは足りないので、この上顎のその骨の中をその線がこう通るようなイメージ。で、この歯の付け根が出てくるようなイメージするといいと思います。で、もう一つ、このプントともう一つその、その後ろの閉じる点っていうのがあるんです。はい。これは、わかりやすくてびっくりしていただければすぐ見つかります。こう、って、後ろびっくりした時に閉じるところ。そこを、その細く、作ってもらいます。はい。で、びっくりすればするほど奥に広がります。こう。ね、高くなります。で、これも必要なんです。なので、これをこう、どん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 こう、なんだろう。細く、狭く、高く、
持っていくっていうのと、細く前にこう突き刺していく。で、後頭の位置を元に戻す。っていうこの3点があれば、アクータすごく出やすくなります。ラッパ、トランペット吹きの人はわかりやすいんですけど、ラッパをイメージしていただけるとすごくわかりやすい。この、トゥトゥ、パパ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 ってこうね、こう、プププもう、この、なんだろう、口の中の空間のこの、ここに持ってくるっていうイメージですね。そうすれば、すぐアクータは出ますけど、なんかこう、ドーとかイメージ、ドー、あーあーイメージすればもうすぐ出るようになるので、まずはその、ラ、ア、ア、コートの位置を、もっと、まあ、これはだから上手い人に聞いてもらってください。このコートの位置がちゃんとした位置にあるかどうか。まあ、その先生自体がその、作ってたり、えとか上げてる先生だったりすると、まあ、大変ですけど、その、ナチュラルな位置にある先生に作っていうのがまず大事ですね。で、そのまま、あと聞いていただいて、それがわかる先生に聞いてもらう。で、もう一つはその狭いことを、こう教えられる先生につくことが大事です。その、狭く入れるっていうのは、こう、なんか、まあ、ね、いろんな本とかには書いてますけど、アクートの出し方ね。で、本読んだりして、なんか言葉で説明するといい、たくさんいますけど、その感覚でね、こう、どこに通すとか、その、で、聞いてそれができてるかできてないかに判断できる先生につくっていうのがまず、第一ですね。で、声がその前に出てないって意味がないので、例えばなんだろうな、ロースマンみたいな人がいっぱいいますけど、それだと音程にもたどり着けないし、ひどい声なので、あんまりこれ好き、僕は好きじゃない声なので、前に、お客さんは前にいるので、前にこう、すごくバッと飛ぶような、飛ぶように教えていただけるような先生につくっていうのが、まず大事だと思います。で、大事なのはこの、ここを感じること、この水電って。で、水電って感じの感じ方なんですけど、それはもうフランス語のウィッ、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 ビッ、イッ、イッ、この音聞こえるかな？スマホで撮れたらいいんですけど、ビッ、イッ、イッ、イッ、ビーって、この、金属的な音が鳴るところを見つけてあげてください。その時の口の中の空間を覚える。で、それで、薄く感じると思うんですけど、薄く考えて縦長に深く出るようなイメージですね。難しいですけど。まあ実際にこう一人一人教えたいですけど、まあそれはちょっとできないので、まあとりあえずその細く入って縦長に出るっていうことを覚えてください。で、後ろにもう少しこう、この、広く、感じるのは、その、まあ、やはー、やはーっていうのが一番練習方法になるんですが、その、ただ、この後ろに感じるっていうのは、その、とても危険というか、作り声になっちゃうので、みたいな声になっちゃうので、それはちょっと気をつけましょう。でもそれはちょっとバランスを取りながら練習とか先生に見てもらうのが一番だと思います。で、もう一つ、その、アクートを出すっていう時は、まあ、フレーズですよね。曲だとそのフレーズがあると思うんですけど、フレーズ、アクートがあるフレーズの一番最初の音だったり前の音は、アクートのポジションに近づいておかないといけないので、必ずその、今さっき言ったその細さであったり、高さ、その高さであったりっていうのは、近づけといてください。すいません。ちょっと、郵便が来てました。何の話したっけな。そうだ。そのアクートのね、フレーズの話ですね。その、例えば、その、何がわかりやすいかな。みんな大好きラボエムのラスペランサとかは、だからその、ボイケボイケバブレのスタンサー、ラーの音で決まるんですよね。これがだから、ローだと、ロースパーって下に伸ばさないといけないので、これではたどり着けません。なので、ラからそのポジションに入って、のポジションに入ってほしい。ロースパーってやると、声は簡単に出ます。なので、その細さを見つけて、そのフレーズの最初の音から、そのポジションに行くっていうのが
松大地です。これはもうマルチェロの言ってたし、ベルゴンスも言ってたので、ね、本当正しいことだと思います。あと、まあ、マルコもよく言ってました。その、ポジションに近づけと、最初ね。あらー、アルミンド、あらーってあと、きつくなっちゃうんで、あらーってこう、前の音から、その、アクートに近づいておく。ソッパラノだったら何かな？なんだかな？アロングレアリラバ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 ラまあいいや、とりあえずなんか何でも、アクートは、その前の音か、そのフレーズの最初の音で準備をしてあげる。でアクートの準備をしないとアクートは出ます。はい。で、さっきも言ったように、その、喉頭の位置、喉仏とか、喉の位置、ブラッ、赤ちゃんの位置ですね。と、あとは、その細さ、ここに集めたり、その、ここが B っていうな、常に、ここが常に B とならないと声が飛ばないので、ここが鳴れば鳴るほど飛びます。はい。で、アクートが大事なのは、その細く入ること。細く狭く入ること。決してだから、開けることではないので、開けるのは別にまあ、細く入ればいくら開けても構いません。全然構いません。開ければ開けるほど僕は綺麗な、まあ、マルチェルも開けるし、パパロッティも開けるので、開けるのは全然構わないと思います。はい。そのぐらいかな。まずできることは。で、まあ、パッサージュのその音だったり、まあ、でもパッサージュっていうのはないって考えても全然大丈夫です。はい。僕はマルチェルに教わった時は、パッサージュは全然考えなくていいっていう判断でした。はい。パッサージュが来たからって何かしろっていうわけじゃなくて、もう注意深く普通にこう、細くなるようなところで入れていくっていうだけですね。別にこう暗くしてしたり、回していく。まあだからそのベルディとか歌う人は、やっぱりその、回していかないと色が出ないので、必ず回した方がいいです。特にアスとか、ファ、ミ、ミフラット、ソぐらいは、テノールは絶対注意して歌わないといけないので、そこら辺は、回すようにしましょう。はい。でも回し方もまた次回言えたらいいなと思います。とりあえず、アクトはそんな感じです。はい。なんでまあ、跳躍の練習とか、いやーはーとか、練習するといいですね。この後ろのポイントは。それを見つけてから、いやーはーっていう練習をすると、アクトは怖くないというか、まあ、絶対これだと出るっていうポイントがあるので、いけると。思います。はい。なので、皆さんお試しください。はい。いかがだったでしょうか？ピッコロで強めですけど、あんまりね、レッスン以外であんま技術のことは話さないけど、人それぞれやっぱ違うので、作ってる人がいたら直さないといけないし、逆に、こう、まっすぐな人がいたらちょっといろんなことしないといけないしとか、ね、いろんなことがあるので、はい。まあ、自分のついてる先生と相談して、そのアクートの出し方をもう一度考え直すっていうのがいいと思います。はい。で、多分いろんなアクートの出し方、例えばなんか、いっぱい後ろ開けてとか、耐えろとか、まあ、耐えるのは別にいいと思うんですけど、なんかきつい。まあ、アクートはきついので、正直。その、ね。4000人、3000人級のホールでこうバーって出さなきゃいけないので、圧力がすごくかかるので、すごくしんどいんですけど、でも、喉にはこう、負担がないというか、わーっとはならないので、その響きがここに残らないような歌い方ができるような先生と勉強するのが大事だと思います。はい。というわけで、この動画が良かったと思う方は、チャンネル登録とボタンよろしくお願いいたします。またね、オンラインレッスンもやっておりますので、興味ある方はぜひ、下のアドレスから、僕に連絡をください。はい。ちょっとね、忙しくなってまいりましたが、頑張りたいなと思います。はい。もうすぐ日本なので、ちょっと、気合い入れて、はい。気合い入れてっていうか、ね、はい。頑張りたいなと思います。ので、応援よろしくお願いいたします。はい。高橋達也でした。チャオチャオ。